数学の基礎、意外と間違える中二教科書レベルの計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。分母が同じなので、一つの分数にまとめて分子同士を引き算できますが、二つの式に括弧をすることを忘れるケースがあるようです。括弧をつけて2式をつなぎ、括弧を外して計算すると、1が正解となります。おまけ問題です。1と2ではどちらが大きいですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。